はいはいはい、はい、マテログパラダイス X 始まりました。はいはいはい、今日は新しい試み、またまた挑戦です。はい、赤ちゃんがまずはいますね。はい、サイマルくんです。はい、ご挨拶。いやですね、はい、そしてそして、リモートでですね、ママこと後藤萌さんとつながってます。こんにちは。はい、こんにちは。はい、初めての試み。はい、私今自宅の2階です。そうです。で、私とマティログとサイマルくんは自宅の1階です。はい、はい、1階と2階でリモートで、ズームをつないで顔を見ながら会話をしております。で、サイマルくんはママの声は聞こえません。うん、イヤホンをですね分配すればできるんですが、多分外すんであえて聞こえないようにしておりますので、ママとサイマルくんは顔芸で会話と。でサイマルくんの声はママには届くようになってます。あ、聞こえてます。ということです。はい、セッティングに夢中になりすぎて何を話すかは全く決めておりません。今秋田はですね寒いです。昨日の夜から今朝明け方にかけて7月29日から30日にかけて、暴風雪警報が県内各地に発令されてまして、雪がすごいことになってまして、昨日はホワイトアウトの中ですね、車は運転せずタクシーで帰ってきました。家族が心配だったので帰った方がいいなという判断で帰ってきました。そして、朝を迎え、家族3人で過ごしております。はいはい、萌さんは今日は何をしてるんですか？もう閉店したいです。ママは閉店させませんよ。1週間頑張ったから、1週間頑張ったから、ワンオペ頑張ったから、もう、土日は閉店してパパにサイマルくんを託したいんですが。はい、いいですよ、託されますよ。うん、サイマルくん、じゃあ今日はパパと2人で1階で過ごすか、ポッドキャストの部屋で過ごすか。夜ご飯作りたくないって、ママ。いや、ご飯は作る。ご飯は作るんだって、うん、ご飯は作る。何食べたいですか、サイマルくん。食べたいのリクエスト言ってみ。パン。え、覚えられない。覚えられない。サイマルくんの好きな食べ物なーに。覚えられない。何、なんか卵焼きとかあるでしょ。ない。ないか。ある。何、ん、ある。何が好き？卵焼き、はい、はい、大きな声で。大きな声はダメ。大きな声ダメですか？高い声は？卵焼き。あ、それボビーオロゴン。ボビーオロゴンでしょ、それは。ボビーオロゴンでしょ。卵焼き。そうですよ、それは。この間卵焼きに納豆入ってたね。納豆嫌い？納豆好き？嫌い。でも納豆混ぜ混ぜするのは好きでしょ？いや。この目の前にあるの何？マイク。マイクだよ。ママがズームで面白いことしてるよ。何これ？あ、鬼だ、鬼。ダメ。鬼だ。いやいやいや、トイレットペーパーの芯、サランラップの芯で角にして鬼の真似してるね。うん、あ、そうだ、これズーム録画すんの忘れた。これあら、ズーム録画すんの忘れた。よし、じゃあちょっと途中からなりますが、ズームのレコーディング、クラウドにレコーディングでここから録画されたので、もしかしたら YouTube 版では動画も、パパの、まあ、労力の使い方によってですが、面倒でなければ画像もあるかも。でも多分ないな、音声だけかな。お、なんか鬼が出てくる。鬼が、は、見て見て、ほらほらほら、ここだけ使おう。鬼鬼
ほらほらほら、角、角だめ。ほら見て見て、ほら、おおおお、わら、いやーだめ、鬼だー、だめ。今んとこだけ使うわ、また基本音でいきます。はい、ですね、昨日ですね、あるミーティングがありまして、あるミーティングがありまして、会議をですねハイブリッドにしていった方がいろいろといいことがあるんじゃないかっていう、穴だねいうことなんですよ。鬼がいい、鬼だ、鬼やって、鬼うん、そんな話をしてました。多分今日は多分話せないな、今日はいいや、家族のこう茶番を楽しみたいです。ダメ、はい、全然喋ってなかったんで私。いいですよ、いいですよ、はい、ズームでいかに息子を喜ばせるか、もうそれ大事だね。そうズームだからズーム子育てですよ。はい、いやこれそうしよう、ズーム子育てにしよう、今日のタイトル。はいはい、お、あ、あれ難しい、左右反転してるから難しいですね、うんうん、穴だ穴大画面にしようか、これこっちの方で、うん、ね、こっちで全画面にするからね、これ面白いじゃん、これ、ほら面白い面白い面白いね、これトンネルだ、これトンネル、サイマルくんが生まれてくるとき通った穴だ、ね、こんな感じだった、参道こんな感じ、お、頭から出てきた、頑張ったね、頑張ったね、もうすぐ4年半、そうです、4歳半です、4歳半だよ今ちょうどねえ、ほらこれ何、これ、土の中だよこれ、ねえ、お、一瞬ママ見えた、ほら、ちら、ちら、ほらほら、お前一瞬ママ、うんうん、いいね、あー、ちら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 、これは動画で見るのをおすすめしますね。ここだけ、ここだけもポッドキャストであえて使うけど、何やってるんだっていう、ただそれもね狙いであるんでね。両方でこういう回は動画で見た方がいいよ。もう一回撮んない、うん、はいはい、何をしてるか想像しながら、音声だけの人は、動画の方は分かりやすい、はい、穴、何かに使えるかなと思って撮っといた、うんうん、ラップの芯、はあ、ラップの芯がおもちゃになる、今日のズームで活躍してます。鼻の奥にママ映るよ、多分ほら、もう、ほらほら、鼻の奥難しいね、左右反転してるから、そうだな、あとカメラのレンズに固定しなきゃいけないよね、なかなか難しいですね、よこれ感覚がつかない、テープで貼るのかな、これ、うん、お、ちらほら怖いよ、あ、フリーメイソンのなんかマークだよこれフリーメイソンだ、フリーママソンだよこれねえ、フリーママソン、うん、ママ出てきて、はい出てきたもう一回、あ、これループ入るよこれ、もう一回目がね、サイマルくん面白い遊びにはまると、もう一回もう一回って言って、もう100回ぐらいやらされます。はい、これを毎日ママ付き合ってます。ほ、フリーママソンだよこれちゃんとママのこと呼んでママのこと呼ばないと、フリーママソン、ママって、はいもう一回、はい、これはもう一回説明しますが、ママの声はサイマルくんに届いていません。なのでママはジェスチャーでのみ、画像でのみ、サイマルくんとコミュニケーションを図ってます。そしてサイマルくんの声と絵はママのとこに届いてますということです。はい、そこを理解した上でこのやり取りを感じ取ると楽しいですね。ママ、そうそう、はい、うわー、もういい、ねえ、
ですよ。よし。フリーママさん。フリーママさん、そう。じゃあサイマルくんにヘッドホンをはめてみます。で、これでママの声がサイマルくんに届くようになります。はい。はい、つけました。はい。フリーママさん。ヘッドホンいらない。ヘッドホンいらないそうです。もうママはもうビジュアルだけで十分だそうです。うん。ママソンが出てきますよ。ママソン出るよ。三、二、一。いいですね。じゃあ参りまして、じゃあ今日はこの辺にしとくかな。はい。いいですか。はい。難しい。じゃあ最後ダブルママソンで終わります。はい、今日は半分実験的でしたが、今後はこのシステムを使ってですねまあ萌えさんともう全然違う別々の場所で、家じゃなくてね、離れてもできるということが確認されましたし、どんな人とでもリモートでポッドキャストができることが証明されましたので、これで、はい、やってみます。まあすでにね、いろんな人がやってるけどね、話す、うん、どんどんこの番組でもやってきますよっていうことでした。はい、わかった、はい、はい、あ、来る、来るよ、ほらほら、最後ママさん来るよ。3、2、1。はい、マチログと後藤萌さんとサイマルくんでした。バイバーイ。いや、はい、ありがとね。2回行く、赤ちゃん、赤ちゃん、はいはいはい、赤ちゃん、はい、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、はいはいはい、赤ちゃん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 、赤ち